イスラム組織ハマスによる大規模な攻撃が始まり6日目を迎えました。ガザ地区では報復が激しさを増し、病院の機能が停止寸前まで追い込まれています。イスラエルは13日未明にもガザ地区への報復として大規模な空爆を続けています。民間人の犠牲者が増え続ける中、医療機関も攻撃の標的となっていて、現地の保健当局は病院の機能停止まであと数時間だと述べ、危機感を示しました。イスラエルは衝突開始直後からガザ地区への電気や水、食料などの供給を遮断していて、医薬品や燃料が底をつき始めているということです。 WHO 世界保健機関は深刻な人道危機を引き起こす恐れがあるとして、一刻も早い人道回廊の設置を訴えています。これまでの死者は双方合わせて2800人、負傷者は1万人に上っています。